皆さんこんにちは。私は兵庫県議会議員の黒川治と申します。5月13日法輪功の普及から32周年を迎えます。今年もこうして新東人テレビで全世界の皆様と共にそのお祝いができますこと、心から嬉しく思います。誠におめでとうございます。新善人の理想を掲げて、まさしく人格形成、自らを高めるための活動を続けておられる皆様に心からのお祝いを申し上げたく思っています。しかし残念ながら中国共産党によります迫害、弾圧というものにさらされている、その事実も認めないわけにはまいりません。諦めるのではありません。迫害や弾圧に負けない、まさしく世界の平和を目指して皆様方が世界各地で活動されておる、そのことを私も応援者の一人として皆様方の活動を支えてさせていただきたく思っております。5月13日この日を新たなスタートとして、これからも皆様の活動を心から応援してまいります。頑張ってください。おめでとうございます。新東人テレビをご覧の皆様こんにちは。私は奈良県議会議員の若林和美でございます。本年5月13日で法輪功が伝えられてから32周年を迎えられると聞いております。誠におめでとうございます。皆様が中国共産党から様々な弾圧を受けながらも、その弾圧に負けることなく法輪功の教えを普及し続けてこられたことに心から敬意を表します。法輪功の心善人という基本の教え、これを日々実践し心を鍛えておられる、全世界で法輪功の教えを普及されている皆様の生き方が否定されるようなことがあってはなりません。私もこの日本から応援させていただきます。法輪功の今後ますますの発展を心より祈念させていただきまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。頑張ってください。おめでとうございます。皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武史でございます。法輪功の見教えが伝えられて本年32年を迎えるとお聞きしました。本当におめでとうございます。今中国共産党が行っていることはまさに人道に対する罪であり、断じて許すことはできませんが、今日本で国内でこうして私が過ごしているときに、本当につらい立場におられる法輪功の皆さんが歯を食いしばって頑張っているということを聞くにつれですね、何かできることがあるのではないかな。私も地方議会の一員として民主主義の番人として、この中国で行われている人権侵害、激しい弾圧、虐殺を絶対に許してはいけないし、これを世に伝えていかなければいけないと思っております。必ずそう遠くないうちに日が差してくると思います。多くの人々が解放されており、私たちは苦しかった、あなたたちはなぜ助けてくれなかったんですかと言った時に、多くの人は私たちは知らなかったと逃げるでしょう。しかしそれは絶対に許されないのです。私たちは知っているのです。私たちは知っていて黙っていようとするのか、自分のできる範囲で何か行動を起こすのか、この二者択一、一つしかないと思うんです。民主主義の国に生きる日本人として皆様を応援し、私も自分の心の良心に従ってしっかりと皆様の思いを、今皆様が本当に苦しい辛い思いをしているということを世界中の仲間と連帯して伝えていきたい、広めていきたいと思っております。本日はこの32周年という、記念のインタビューなんですけども、今頑張っている人に、今本当に辛い人たちに心からのですね、激励と、そして連帯を表明させていただきまして、お祝いの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。皆様こんにちは。私は東大阪市議会議員の浅川拓郎と申します。法輪功32周年5月13日に迎えられるということを誠におめでとうございます。法輪功の活動を通して、健全なる精神と健康な身体を育む活動をされてこられた皆様方に改めて、お祝いを申し上げたいと思います。法輪功迫害を受けて多くの方が
大変なご苦労をなさってこられたと思いますが、これからも迫害に屈することなく、ますますのご発展をお祈りいたします。32周年誠におめでとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は堺市議会議員の池尻秀樹でございます。法輪功32周年を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。そして今まで中国共産党に迫害を続けられてきたこのことが、やはりもっと私たち日本人としても応援していかなければならないと私は考えております。これからも一人でも多くの日本の政治家も、この台湾の問題に、そして私たち日本に対しても、このシーレーン、ここをしっかり守っていかなければならない。それは台湾を守ることは日本のためにでもありますので、これからも一人でも多くの地方議員を、また私たちの周りの人に伝えていきたいと思います。どうかこれからも活動を、より幅広い活動を世界に広げていただきますよう、私も微力ながら活動していきたいと思っております。それでは皆さん頑張ってください。よろしくお願いいたします。法輪功32周年誠におめでとうございます。枚方市議会議員の田口義則でございます。中国の人権侵害、そういった案件が起こって24年を迎えるということにもなります。いつも法輪功の問題に際して思うことは一つありまして、中国もいい加減自国の国民に対して人権を抑圧し、そして自由を奪い、そして力で押さえつけるというふうなやり方を変えなければ、大国としての世界の冠たる地位を築くことはできないということを気づくべきだというふうに毎回思うところでもございます。日本も対岸の火事ではなく、国会に対して我々も要望を重ねておりますけれども、このいった中国の問題に対して黙って傍観しているのではなくて、もっと強い態度を示すべきではないかというふうな警告とか、そういった発言を、メッセージを出すべきではないかというふうなことを思っているわけでもございますが、そういった活動も含めてこれからも全国の同志とともに声を上げていきたいというふうに思っているところでもございます。また、世界におきましてもこういった中国の件についてどんどんと認識が広まっているところでもございますし、どうか、希望だけは捨てないでいただきたいというふうにも思いますし、これからもですね、道を切り開くといいましょうか、頑張って活動を続けていっていただきたいなというふうに心から思うところでもございます。共に頑張ろうではありませんかという言葉を添えて、私からの挨拶に返させていただきます。誠におめでとうございました。皆様こんにちは。私は兵庫県芦屋市議会議員の川上浅井です。法輪功が伝えられて32年目を迎えました。おめでとうございます。学習者の皆様はこの日本においても民主主義の発展維持のために尽力されておられます。私も皆様と共に手を携えながら、中国共産党としっかり対峙し、自由民主主義の発展のために頑張ってまいります。誠におめでとうございました。皆様こんにちは。私は大阪府堺市議会議員の西川良平です。この度法輪功が伝えられて5月13日に32周年を迎えるとお聞きしました。誠におめでとうございます。法輪功の皆さんは真善忍の教えを、誠の道を歩まれ、32周年迎えますこと敬意を表し、この日本からも応援しております。この度の周年記念、応援することをお誓いし、私のご挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。皆様こんにちは。私は東大阪市議会議員野田翔子でございます。法輪功32周年誠におめでとうございます。私は地方議員として全国ウイグルを応援する地方議員の会副会長をさせていただいております。日本におきまして本当に恥ずかしいことに、対中国非難決議がなかなか降りない中、私ども議連で地方議会意見書を100以上集めまして、
国に持ち込み、一昨年対中国非難決議が下ろせるという本当にありがたい結果をいただいております。法輪功の皆様の活動の中で臓器狩りということにも着目をいたしまして、私どももウイルの方々が臓器移植の問題でお困りの中、できうることを続けてまいりました。また来年法輪功の大きなイベントを、場所の設定のお手伝いをできましたこと、誠に光栄至極でございます。今後ともできうる限りのことをさせていただく所存でございます。私ども地方議員しっかり一丸となって頑張ってまいりますので、応援もよろしくお願い申し上げます。本日は東大阪市議会議場よりご挨拶を、お祝いの言葉をさせていただきました。誠におめでとうございます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。32回目のファールンダーファーで誠におめでとうございます。皆さんご存知の通り、世界はまだまだ不安定なままです。信・善・任のファールンダーファーの精神がより多くの世界の方に伝わることを願っております。皆さんと一緒に進んでいきたいと思います。本日は誠におめでとうございました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.